はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日はなぜお尻が隅々まで筋肉痛になるのかということで、今日はね、僕は昨日のトレーニングからお尻の筋肉もう隅々まで全部筋肉痛です。もう痛くて痛くてね、まあなかなか痛いのをこう確かめてる感じが、肌から見れば何やってんだこいつっていう感じでどうもこうやって痛いな、どこまで痛いかなと思って触りながら確認しているような感じなんですけれども、まあ、痛くなるにはまあちょっとね原因もありまして、まあ、僕通常ね、足のトレーニングというのは1週間交代にスクワットメインの日、まあスクワットをやってその後他の足の種目をやっていく時と、ランジをメインにして、ウォーキングランジで、ウォーキングランジをメインにしてやっていくと1週間交代にやってるわけです。で、これはまあどっちもね、メリットがあると思ってやってるんですけども、スクワットを2週に1回やってるそのメリットというのは、やはりね、肩に重いものを担いで、結構重いのを担いで踏ん張るっていうのは、胴体をこうグッと締めて持ち上げる力、ここの胴体部分の力を結構使うんですね。とにかくお腹と腰、腹横筋で、ふっと締めて持ち上げてる、その踏ん張りの力というのがあって、まあ、それが結構養われるんで、まあ、それ自体がね、姿勢を良くするとかね、あるいはまあ、全然違う。それをすることによって、ショルダープレスのこの踏ん張りっていうのも結構できてくるので、まあ、そのね、僕は体の機能をいろいろ十分高めながらも、かっこいい体にしたいという思いがあるので、まあ、スクワットもやっぱりそういう意味で、ね、足のトレーニングであるんだけど、胴体の力をつけるために、やってるというのもやっぱりあるんです。そこの踏ん張りというものがやっぱり体の機能としてはすごく大切だなと思ってやってるんですけども、まあランジ上でね、ウォーキングランジやってるのは当然お尻に効かせたいからやってるわけです。まあそれはまあ一周交代やってるけど、まあそれなりにまあ筋肉痛くる感じで、たまたまですね、この間たまたま、スクワットの週が来ました。で、次の週がちょっと運動する場所と曜日その場所かな、がたまたまちょっとその足のトレーニングをやろうと思ったところが、まあ、ウォーキングランジをやるのはちょっと迷惑になっちゃうかなという、いつものね、スポーツクラブじゃないところで やったんで、ウォーキングランジはちょっとやらないで、その日もスクワットにしちゃったわけです。ということは、2週連続スクワットになって、その後、ウォーキングランジになったわけです。足の取りもサボってたわけじゃないんですけど、そうすると、ランジをやった期間が通常よりもちょっと長かったんですね。そうすると、ウォーキングランジをやりました。ウォーキングランジ、まあ僕もね、それなりに重いのをやっていくので、やはりね、お尻のとこグッとやっぱり使うんですね。で、それで、ウォーキングランジで重いのをやった上で、ワンレグデッドリフト、ワンレグデッドリフトに入っていくので、その両方を合わせると、僕のお尻の隅々までもう痛くなるということが、まあ起きたと。かなり痛くなりましたね。期間が空くとね、やっぱりそのランジのね、この効き具合というのが火災確認いつもできるんですけれども、もうね、お尻の筋肉、大殿筋と中殿筋があって、真ん中に仙骨というのがあります。その仙骨の脇からこの大殿筋というのはもう出てるんです。その出てるところね、もう筋肉が生え始めるというのかな。そのところから痛くなってきて、もう太ももの付け根あたりまで痛くなっている。それと同時に僕ね、中殿筋も全部痛いんですよ。で、中殿筋だけのトレーニング、まあよくある、まあラバーバンドを使ってやるとか、まあ僕もね、T ヒップとかいろんな中殿筋のエクササイズを紹介してますけれども、そういったものはちょっとね、僕は一切やってないんだけど、それでも中殿筋も全部、ね、それ横から後ろ側に至るまで全部、筋肉痛になっているということで、まあ、これがどうして起きるかということをまあ説明して、こういうことだからぜひやってほしいということをまたちょっとそこの部分を理解してほしいんですね。まずウォーキングランジというのは、まあ通常僕もね、それに重いダンベルを持ってグッと踏ん張ってお尻の筋肉でかかとを押していく、グッと踏ん張ってお尻の筋肉でかかとを踏んでいくという感じで、実際には総合的な運動になります。総合的な運動ね、もも前とお尻ともも裏と、まあお腹腰も固定するために使っているということで、総合的にいろんな筋肉を使っていくんですけど、まずは、大きな重い負荷をかけてあげるということ。だから僕も結構ね、行って帰ってきたまあ14歩ぐらいかな、トータル14歩を1セットとして、それを終わった時にやっぱり座って、はぁ、はぁ、はぁっていう感じの、マスクをしてるとちょっときついなというぐらいのやっぱり呼吸になってくるわけですね。まあそのぐらいのやっぱり負荷をかけていく必要がある。でそのね、正直では結構重いとアンバランスになるので、ちょっとグラッとなりそうになるんですよ。これをつま先なんてかかとの方で踏んでいくとね、一瞬グラッとなる、そんな感じのところを内ももとお尻でこれをコントロールしていってるわけですね。その一番下に降りたこの瞬間で内ももとお尻でそれをコントロールしているというのがやっぱりランジのいいところで、それはスクワットにないところなんですね。スクワットは両足なんでそれが
お尻をそんなに使わなくても大腿四頭筋とお腹胴体の分でコントロールしていくというのが、まあ、スクワットでランジの場合にはウォーキングランジの場合にはとにかく降りた時にここでグッと踏ん張っていくことができる種目なんですね。そこでまず重い負荷で、刺激を強く与えておいて、その後、まあ、僕はバーベルですけどバーベルでこの、ね、ワンレッグデッドリフトをやっていってるわけなんですけども、そうするとより1本だけでこうグラグラになりやすい状態、ここに前に結構重いの持ってます。まあ軽くないです、これも軽くないですけど重いの持ってます。そうすると、まあ、とにかく、1本でありながら1本の足で、お尻の筋肉だけでこのとにかくコントロールしていくわけです。でこれが、ヒップスラストね、今流行りのお尻のでギュッギュッと上げていくのと全然違うところは、まず1本であるということ、1本である2本では全然違います。ヒップスラストこうやってやると結構やっぱ腰もねかなり入ってくることもあるし、なかなかね、まあ収縮した時のこのピークを作るっていうのはいいかもしれないんですけど、このワンレッグデッドリフトっていうのはとにかく引き伸ばしなんですね。引き伸ばすところがグーッとあるということ。基本的には、収縮だけやってるよりは引き伸ばす方でとにかくグーッと引き伸ばしてあげた方が筋肉は筋肥大が起きやすいと思います。なので伸びたところに負荷が目いっぱいかかるような運動というのはこのワンレッグデッドリフト、この伸びたところに負荷をかけてあげるというのをやってあげると、お尻の筋肉のはやっぱりグッと作られてくるわけですね。これは、男性でもそうですけど女性でも同じ、女性でもやっぱりヒップアップというのはお尻の筋肉を大きくしないとこの半円を描くような盛り上がりというのはできてこないので、お尻の筋肉をつけなきゃいけないんです。だからそれなりに十分な重い重さで伸ばしてあげるという作用を入れてあげる必要があるということで、ここでまず重要なのがスクワットを僕はやった日もワンレグデッドリフトはやってるんですよ。スクワットとワンレグでデッドリフトをやっていくという流れでやってるんですけど、それでもお尻の筋肉は軽くしか来ないです、いつもね。それはスクワットはやっぱり1種目目の方が太も大腿四頭筋の方が使う感じが大きいからなんですね。だけどランジでウォーキングランジでまずお尻をドンと使ってあげた上でかつ引き伸ばすものをやってったらものすごい筋肉痛になるというこの組み合わせなんですね。スクワットの2本とランジは全然違うということ。じゃあもしねスクワットとね、スクワット結構ねやっぱりこうインスタとか見てると女性のねちょっとセクシー系の人のインスタとか見るとスクワットやってほらお尻効いてますよっていう風にやってますが、僕ちょっと全然そうは思ってなくて、ワンレッグとかね、片足でやるランジやった方がいいよと思うし、これをやった上にさらに両足のヒップスラストっていうのが、まあ、僕はそこまでお尻にくとはちょっと思ってなくてですね、まずウォーキングランジで歩く、それから引き伸ばすこの種目をやっているとものすごいやっぱり来るということで、今のは僕は大殿筋に関して、まあ、今言ったんですけど、これなぜ僕は中殿筋のね隅々まで筋肉痛がこう来てるかというと、もう上から横から内側まで中殿筋全部筋肉痛来てます。でなぜかというと、重い時にグラグラっとなりそうな時にやっぱりここね中殿筋もものすごいビシッと使うんですね。内転筋とこの中殿筋でこのグラグラを抑えるんですね。体のグラグラも膝のグラグラも両方をつなぐここですから、これがバッギュッと掴むように抑えるんですね。それがやっぱり軽い重さではダメ、寝転んでこれだけのやつだと全然軽いです。全然それだと筋肉が当然盛り上がるほどの筋肉がつかないということですね。でここの女性のヒップアップでこの上がつかなければ、この上の側の盛り上がりっていうのはできてこないので、やっぱり中殿筋に関しても強い負荷がなきゃいけない。なのでこれが重いダンベルを持ってウォーキングランジやった時にはこのグラグラが落ちくんでこれ起きるんで、これをグッと抑えていくという負荷があった方がいいというかマジです。それからこっちのワンレッグも一緒、僕ちょっとこのバーでイージーバーにプレートをつけてこういう風にやって片足やってますけど、これがね骨盤、人によっては骨盤がね基本的には水平がいいんですよ。これまあ後ろから見たらこっちから見たら水平なんですけど、ここの骨盤がお互いに水平のままこうやっていくのが一番いいんですけど、こっち側もし弱い人、まあ右と左強い弱いある人がいるんですけど、弱い人の場合この骨盤がねこっち後ろに下げた方向下がっちゃうんですね。強打にもこういう風に下がったままやっちゃう人がいる。それはこう中殿筋が弱いから。でそれね、水平のバーベルを持ちながらもこの水平こう落ちてしまいそうなのを踏む力、こういう踏む力を使うので水平に保つことができるわけです。あえてこういうアンバランスがありますが、それをね膝曲がってるんだけど踏む力ね、膝を伸ばすという踏むじゃないです。膝を曲げたままでも骨盤のこの
膝を曲げたままでも骨盤のこのコントロールでできるんですよ。このコントロールでやっぱできるんですね。曲がってます。膝の角度全然今変わらないで、このコントロールができるわけです。これをやるために使うのがこの中殿筋ということ。バーベルでこっちにも引っ張れるんですよ。で、これをグッと踏みしめて水平にキープしながらやっていくということは中殿筋にものすごい効いてくるということ。なので、やはり片足やるということ。それと今のワンレッグやっていくときに、とにかく水平に保とうとするこの力。その時にこの中殿筋をやっぱり使ってくるわけですね。まあ、それが、僕がいつもお勧めするこのランジだったり、ワンレッグデッドリフト。で、その2つの組み合わせ。それと、その時には女性でもそこそこ重いのをやってほしいということ。まあ、ちなみに、まあ、僕が教えている女性の場合、中級を超えてきてね、まあ、僕とトレーニングをやって半年を超えてきたような人、それ以上の人であれば、ウォーキングランジは、軽くても8キロ。だいたい9キロとか10キロでも歩いてもらいます。男性の場合だとウォーキングランジは、まあ、その今の中級以上あれば15は最低やってもらうでしょうし、17.5、20ぐらいで歩いてもらう人もちょっとね体格大きい人だと20キロで持って歩いてもらいます。僕自身はね体格大きくないですけど、僕は24キロで持って、ウォーキングランジをやってきます。でワンレッグデッドリフトの場合、イージーバーというバーを使って、プレートを使ってやっていきますが、大体僕はほぼ全ての女性の人に20キロでやってもらいます。バーに5キロつけたら20キロでやってもらいます。男性の場合には、まあ今の言ったね、中級以上ですけど、初級じゃないです。中級以上で、ね、僕ともう1年とか2年とかやってるであれば、大体、まあ30キロですかね。30キロ。イージーバーに10キロつけて30キロでやってもらいます。まあなかなか思うと思います。まあ、両足のデッドリフトで、まあ、男性で60キロでやるんならワンレッグは30キロでやって、それぐらいが妥当かなというところですね。で、まあ、僕自身は、まあ、ワンレッグのやつは、まあ40キロで片足でデッドリフトやっているというような重さです。まあ、これはあくまで目安なので、まあ、一応ね、まあ、そこに指導者がいながら、正しいフォームでやるということのもとで、その重さをやっているということです。フォームが崩れているのに無理に重いのをやるということではないです。まあ、そこは気をつけてほしいですね。まあ、そういった感じで、ウォーキングランジとワンレッグデッドリフト、それとある程度十分の重さで水平を保とうとするその力、この全ての組み合わせで、細かいなんか運動をやらなくても中殿筋まで効いてくる、大殿筋もビシッと効いてくるということです。それがね、僕がいつもお勧めしている理由ということです。まあ、この辺理解していただけましたでしょうか。まあ、そういう意味で強くプッシュしている、そういうね、種目になってきますので、まあ、すでにやっている人はそのまま続けてやってみてほしいですし、どんどん効果を出してほしいと思ってます。頑張ってください。パーソナルトレーナーのユージでした。